ぜひ馬娘になってください。馬娘マンハッタンカフェ、なんだっけ、こんばんは、こんばんは、はじめまして、はじめまして、どうもこんばんは。こんばんは、こんばんは。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんばんは。走れなさそう、確かに。そうだね、確かにね。ダダダダダダダ、いつか。セコトでダンス練習中です。あ、そうなの。すごい、見たいですね。ちょっと完成したら見せてください。明日は12月並みに寒くなるらしい。あ、そうなんだ。今日はね、このパーカーだけでもいけたけど、そう、明日はちょっとモコモコが必要かな。こんばんは、こんばんは。パーカー女子好きです。お、私も好きです。パーカー女子。カメさんって冬眠するの？うちの子は死んでないかな。そう。1個前の子はしたりしてたんですけど、そう、今の子はしてないですね。お家に入れちゃえば暖かいからって感じ。シベリアからの寒気団。そうですね、シベリアから寒気団来てる。ボブめっちゃ似合ってる。ずっとボブだけどね。ありがとうございます。山田うどんと餃子の満州だとどっち派ですか？どっちも行ったことないからわかんないな。餃子の満州、ないないかな。こんばんは、こんばんは。髪色何色ですか？紫にして1ヶ月ぐらい経つとこうなります。えい、
冬生まれだと冬を好きだったりしますか？あ、でも冬のが好きですね。夏は無理。冬のが好き。寒いの方がまだ耐えられるかな。次は何色ですか？何色にしようかな。なんかフードをかぶっていい感じになりたいよね。ティア、え、じゃあ見た目暑さに弱そう。弱いよ本当に。もう夏は外歩いてるだけでそう体力なくなるから。できた。てるてる、てるてるを。明日は雨です。雨か。明日雨なのか。埼玉今寒いですか。うん、どうだろう。でもそんなに全然寒ーってほどじゃないと思う。なんかまあ普通に長袖でいけるかなぐらいじゃないですか。明日雨なんだ。12月並みに寒いらしいね。そうなんですよねって言ってた。じゃあ学校で合唱コンクール、うん、懐かしい。頑張って。私伴奏してた中学の時、合唱コンクール。羊みたいで、羊、うん、羊って可愛いよね。羊って可愛いよね。そう、私も伴奏。おお、いいね伴奏。そう、でもね絶対勝てない、絶対にこの人よりは上手くできないわっていう、めちゃくちゃ上手い子絶対一人ぐらいなかった、伴奏の。なんか全クラス通してさ、私は1年と3年でやったんだけど、そう伴奏を。でも3年間ずっとやってる男の子がいて、もう本当に小中一緒だったんだけど、もう小学校の時からもう本当にずば抜けてて、なんかすごい私はアドバイスとかされてて、なんかもっとこうした方がいいよみたいな、そうやってたんだけど、でもやっぱ中学上がってもそうめちゃくちゃ上手くて
なんかなんでそんなうまいんみたいなそうで、なんかそのベスト指揮者賞となんだっけ、ベスト伴奏者賞があって、毎年伴奏者賞を取ってて、いやもうそう、それはそうって思いながら、でなんかその審査員の先生みたいなのがいて、あなたは絶対ピアニストになってくださいみたいな言っててそう、あプロやんと思って、指揮もめっちゃ上手い人、そうそうそう、別に習ってないけどなぜかめっちゃ上手い人いる。合唱で何歌った、え、なんだろう、この気持ちはなんだろうのやつぐらいしか覚えてないな。なんかその伴奏から始まるじゃん、普通に歌って、そう、なんかその指揮者と私伴奏者がやっぱ息を合わせてさ、なんか始めますみたいな、そうやるじゃん、なんかそれがうまくいかなくて1年の時、なんかその指揮者を見てバンス、なんかそのピアノ弾いたことなかったから、その1年の時は全然そう、やるみたいななんかそうそう、なんか2人でキョロキョロしちゃって、そう、男子ちゃんと歌ってっていうタイプ、いや私も歌ってないから言えないよね、あゆちゃんもフードがあったかそうだしお願いる本当ですか、そう雪だるまみたいだよね、雪だるまです、こんばんは、こんばんは、おかか、しゃけ、ツナ、飲まれたい飲まれたい、明太子、明太子、寒いの？え、寒くないです、ん？寒そう？みんな逆に半袖でいるの？こたつ、え、こたつ早、もうこたつか、早い、うまい、うまい、半袖、半袖はやばい、こんばんは、こんばんは、埼玉の北の方は寒いんです、なるほどね、明日は冬だよ、窓を開けて半袖、寒い、それは寒い、すごい、何？訓練？訓練してるんか？この前の声楽しかった？ありがとう、めっちゃ久々に見たね、ありがとうございますすごい、
なんか久々に来てくださったさ、あの人を見るとさ、すごいテンパるよね。え、あ、お、え、あ、久しぶりみたいな。そう、なんかこう嬉しさと久しぶりっていう、なんか色すごいいろいろ混ざって、そう、あの本当に、こんばんは、こんばんは、久しぶりって言われた。あ、すごい久しぶりの人にマウント取ってる。想像できるテンパラヤニチュウの顔。そう、なんかそう、ありがとうも伝えたいし、久しぶりっていうのも伝えたいし、こう、どっから行こうって思うと、そう、え、あ、おってなる。軍玉公園、あ、軍玉公園ね、めっちゃやりたいね、それは。あやとり解禁賞、おー、ありがとうございます。そう、いつも一人 MC の時、そう、なんだっけ、そう、初めての人って言って、2回目の人みたいな、全部来てる人って言ってやるんですけど、そうね、みんなそう正直に答えてくれて、あやにちゃん何回ぐらいで顔覚えますか？え、人によるかも。覚えやすい顔と覚えにくい顔ってあるじゃん。そう、なんか1回で覚える人もいるし、まあ、基準は分かんないけど、そう、でも全員見たことあるなぐらいに、そう、一回来たら、あ、なんか見たことあるってなると思う。インパクトのあるか、別にインパクトないんだけどな。うん、だから、あの、何々ちゃん俺だっていうのあるじゃないですか。あれちゃんと自分の名前にした方がいい。あやねだったら、わかんない、レミタンあやねですって、そう。やった方がいいと思う、全アイドル。かわいい T、 チャリの前かご、お、いい、楽しそう。 ET、 ET ね、すごい昔に見た記憶、5歳ぐらいの時に見たかな。公園行く時はココアですって書いて、そう書いておいてください。そしたらお見送りでも、あ、何々ちゃんとか、何々さん、何々くんって言えるから、そう。そう、なんで恥ずかしい人はまあそのままいてくれて、そう、私が覚えるのを待ってください。そう、こんばんは。こんばんは。僕は恥ずかしいから隠れるね。そう、そういう人もいっぱいいると思うので、はい、みんなそう来てくれるだけでありがたいので、うん、そう、名前と顔をなるべく早く覚えてほしいなっていう人はそうするといいかもねっていう話でした。うん、お見送り声かけていいの？お見送りはね、あの、声出しちゃいけないから、そう、私たちは一方的に喋るっていう。そう、だから最近スケッチブックでその会話をしてくる方もいるので、そう、頭いいなと思って。
そう筆談だ、そう筆談だ、こんばんは、つわものや、そうなんかホワイトボード、ちっちゃいホワイトボードとかに、そう綾鳥の南恋公園よかった、おーありがとうございます。いやね、いや本当に、いや二人公演にちょっと慣れ、二人公演に慣れてきて、8人ってどうだったっけって逆に思ってきた。8人いっぱいいっぱいに感じそう。二人公演もうすぐ終わりますよね。うん、そうだね。どうなんだろうね。八人公演の記憶がなくなりそう。確かにそう、もう記憶、もう覚えてないかもしれない、立ち位置とか。そう、思い起こさないと、もしやるんだったら。二人公演はソロも結構楽しみ。そうなんですね、ソロが2曲もあるっていう、美味しい美味しい公演です。劇場に8と47人の時やばいよね、よく入ったあそこに、絶対一番後ろの列踊れてないよ。お見送り前の生ハムルーマーのダンスよかった。いや、よくない、よくはない、絶対よくはないんだあれは。もうユーナと楽屋テンションでやってるだけだから。そう、本当にあれでみんなおおおみたいになるけど、いや本当に見ないでいいやつ。うまくなってた、そう、うまくはなってる、そう確実に。うん、そう、でも見なくていいやつ、みんなちゃんと説明聞いてほしい。そう、みんな郡司さんが説明してる間に私たちが勝手にふざけてるだけなんで。そう、お見送りの説明何回も聞いてるので。確かに、でもね、ちゃんと聞いてあげてください。うまくなったっていうか、もうその前回はまだ振り入りしてなかったからね、テレビで見たやつを勝手にやってただけだから。そう、うん、今日せいちゃんとたくさん話した。え、嬉しい、言ってくれたの、せいちゃんが。え、そう、めっちゃ話した。てか、なんかそのネモハもレッスンで、そう最近一緒だから、そう普通にもともと仲いいという、仲良さよくさせていただいてるんですけど、そう最近またレッスンで一緒になるから、今日はね、あの洋服の話して、ここかわいいって、そう教えてもらって、そう本当だーって、かわいいみたいな。そう、かわいい。そう、めっちゃかわいい、せいちゃん。
永遠にせいちゃんって感じがしていいよね。そう、せいちゃんって変わんないよね。そう、すごいと思う。せいちゃん目がいい、いや本当にせいちゃんめっちゃ可愛い。本当にあの先輩だけどやっぱ年下だからなんかね、なんかせいちゃんってなる、なんかあせいちゃんせいちゃんみたいにしたい気持ち的には。うん、エイト目以外で一番仲良し、エイト目以外で一番仲良し、誰だろう。うん、せいちゃんさん、そうせいちゃんさん、せいちゃんさんだけど今日はせいちゃんって呼べた。前回はせいちゃんさんって呼んだ。なんかそのうん、私も言える時と言えない時がある。誰だろうね仲いい人。一番でもかおりちゃんも普通に仲いいし、あとタダスパイセンも仲いいし、あとゆりちゃんは普通に仲良いというか普通に何回か外でも会ったりしたし、そうだね、なんどうだろう、仲良ぴ。でも本当にせいちゃんさんもせいちゃんもなんか仲良しだし、私が思ってるだけだけどね、私が思ってる分には。おせいかさんタワーありがとうございます。ありがとうございます。かよよんさんは、かよよんさんはちょっとね、あ、ま、なんか最近全然会わないから、でも会ったらすごいお話ししてくれる。そう、全然会ってないな最近。あやねる、あやねる、イエイ。ゆりちゃんとか呼び捨てで呼んでるイメージ。ゆりちゃん、ゆりちゃんもゆりちゃんですね。うん、でもたまにゆりさんってなってる時もある。そう、一度も話したことないメンバーいるかな。一度も話したことないメンバー、誰だろう。千織さんとか、うん、あとなんだっけ、長野めぐみちゃんとか、なずなちゃん、まあ、そう存在を知ってるけど喋ったことないかも。もぎさんは喋ったことあります、お仕事で MC 一緒で、そう MC で喋ったりとかしてます。接点がないとね、なかなか、そう、なかなか。もぎさん初め怖かった、いや怖
くはなかったけど、そうだから麦さんとめっちゃ仲良くなりたいんだけど、多分麦さん仲良くなりたいって言ってること仲良くなってる傾向じゃないんだよね多分そうだから麦さんになんかこう地味に好きなんかをアピールしてるんですけど、地味にね。そう、麦さんが質問、インスタで質問ストーリーやってて、そう好きですって言ったんだけど、そう多分気づいてないから分かんない、気づいてるけど分かんないけど、そうだから地味にねこう、うん、好きを丁寧にこう伝えたいんだけど、そうね、なんかグイグイ行くとダメなのかなって思って、そうなんか茂木さんとどうやったら仲良くなれるかなって思って、そうちょっと研究中ですね。セナタン、あ、セナタンは喋りますよ、そう同じ4だし。北川さんの話するという、あ、そうなの、サッキーさん確かに仲良しのイメージ。おりんちゃんはかなりグイグイって仲良くなったイメージ、あ、わかる、そうそれはめっちゃ思う、おりんちゃんのイメージ強い。そうだから茂木さんとなんかねお話ししてみたいんですけど、そういつか来たらいいなって感じです。マッシーとちゃんと話したことある？マッシーと真っ白のこと？真っ白パイセン、真っ白パイセンは私と七瀬が産んだから、そうっていう気持ちだからね、結構喋ってると思う、うん、メンバーの中では、うん、真っ白真っ白は本当に顔赤ちゃんだから、そうなんだろう、もう最近ちょっとコロナでリモートしかレアキャラみたいになっちゃってるけど、そうそうだから入った当初とか本当に大変だ、大変っていうかすごいもうなんか泣きそう今、そうなんだろう、思い出して、そうなんかもう一部では本当に真白は存在するのかみたいな言ってる人とかもいるけど、そう本当にそう、でもそう今思うとめっちゃ楽しかったなって思います。うん、お披露目どこでお披露目だったんだっけ、エイトの日だっけ、そうもうすごいすごいなんかなんだろうね、でもお世話したくなる可愛さというか、そうなんとかしてあげたいっていう、なんだろう、母性あふれる子ですねうん、エイトの日そうだね、トヨスピットか、なんかわかるね、わかるでしょ、コメちゃんの隠し撮りありがとうございます、あ、見ましたか、そうコミさんがめっちゃマンジロー、そうマイキーで登場して、それど何ですかみたいな、それ売ってるんですかみたいな、そうね、いいのあれと思って、いいねあれ、そうカレージャーみたいな、ずっと写真撮ってた小見さん、そうあれは写真撮る、
そうめっちゃいいですねみたいな、もう彼女じゃないですかマイキーのみたいな言ってそう勝手に撮りました後ろ姿。マイキー好きなタイプだろうか。私は、あ、私がですか。でも私は一押しは三ツ矢くんなんですね。三ツ矢さんなんですよね。はい。そう。東卍だったらね。竹道ファン少ないよね。いや、そうかな、わかんないけど、でもその東卍のメンバーがかっこよすぎて、そうね、こんばんは。ドラケン好き。あ、ドラケンはね、間違いない。やっぱドラケンはみんな一回は通る道ですよね。壊れる漫画持ってますか。持ってないんですよ。なんか友達がネットで買ってるやつをいつも見てます Kindle、 Kindle。 バジ君じゃなかった。いや、バジ君も、いや、マジでバジ君のあのシーンは本当に全人類惚れると思う。本当にマジで、もうペヤングバカ売れだと思う。でも三ツ矢くんが好きっていうのは本当にやっぱね、こう好きと家系はちょっと違うんですよね。そう、かっこいいみたいな、かっこいい、すごいってなって、それはあるんだけど、やっぱ好きといい、好きはねちょっとやっぱ揺るぎないですね。冬ペヤング半分かな。ね、あの挽回編っていうか2人の過去みたいなあるじゃないですか。そうぜひに惚れてるじゃん。いや、惚れてるっていうより、なんかなんだろう、もうありがとうございますっていう感じですね。アングリーとスマイリーはどっちがいい。どっちだろう。弟の方が好き。青い方、どっちだっけ。どっちがどっちだ、どっちがどっちだ。いつも怖い顔してる方がハウスマイリー。そう、青い方、青い髪の方。そう、マジで東卍は美女が良すぎる。みんな本当にキャラデザーをした方、本当にもうありとあらゆる賞を与えたい。ありがとうございますと感謝を。通り部以外に好きなアニメある。あ、通り部はちなみにアニメ見てないんですけど、そうです、アニメだったらなんだろうな、アニメまあでも今やってるのだとあれかな、週末のワルキューレは本当に見てほしい。なんだろう、アニメ、私はめっちゃあるからな、アニメ。漫画でしか見たことない。そうね、そう、私も漫画派。そう、なんかアニメより漫画をおすすめします。私はの方が絶対にかっこよさが
伝わるというか、アニメでもかっこよさしい良さそうだけど、見てないからわかんないけど、そう、いや漫画の方が絶対かっこいい。あれはやっぱ紙でというか紙面で白黒で見るべき、あれは。うん、呪術の意外く、ああもうそれはもちろんそうだね。呪術はあれですね、呪術はもう見てください。週末のワルキューレ見て、そう、ぜひ週末のワルキューレは本当何も考えず楽しめるというか、そう、リカちゃん、あ、ね、リカちゃんが花沢さんですね。いやそりゃそうだよね、そりゃそうだわ。いやもう、うん、そうです、そうでした、花沢さんでした。週末はアイドルフェスで、そうですね、なんだっけ、アイコレ、アイコレアイドルフェスみたいなやつ、そう出るんですけど、6人、逆に久しぶりじゃないって感じですけど、なぎちゃん、私、れいちゃま、かれんちゃん、はるぴょん、はっつか、そう、ねえ、すごいロリメンなんですけど、うん、どういうイベントかわからんけど、しおりん出るの？しおりん出るんですか？ちょっとそれは気になる。見に行くね。お、ありがとう。みんな見に来てね。24日。アイコレフェス。そう、に出るので、ぜひぜひ見てください。お、ゆうたさん、タワーありがとうございます。しおりもまきちゃんも出るよ。あ、そうなんだ。それは熱いね。めっちゃ自分好みのメンバーです。あ、ほんと。よいよい。めっちゃロリメンだよね。で、そう、ユーナとめっちゃ話してた。そう。このイベントめっちゃロリじゃないって言って。そう。私大丈夫そうって。前田彩子ちゃん。あ、そうなんだ。前田さん。前田さんは最後の最後で仲良くなった気がする、あの辞める直前。こんばんは、こんばんは。めっちゃ最高、大人っぽいからな。そうだよ、だから溶け込めないよ、あのメンバーに。大人だから。今なんでだろう、お、10時半、14歳ぐらいでもいけそうに見える。ほんと、じゃあ14の気持ちでいきます。あやれみひゅーいけると思う。いや、それはさすがにレミヒュー with 引率みたいになるから
22時27分、ありがとうございます。レイちゃまが大人っぽくない？確かに。いや、レイちゃまはね、もともと大人なんですよ。なんだろう、大人っていうかお嬢様。なんか絶対イベントってなぎちゃんいるよね。そう、もうなぎちゃんの安心感が。安定のなぎちゃん、そう、安定のなぎちゃん。なぎれみひゅ、あ、もうなぎれみひゅはあれはすごい良かったよね。もうあれは本当に天才。うんうん。最近セリカと絡みある？あ、ありますよ、セリちゃん。そう、こないだの二人公演、私たちがお昼でやって、夜がねセリちゃんの生誕祭だったから、そう、私たちが帰る時にセリちゃんと仰天来て、そう、おしゃべりしました。スフラ綺麗だったね。綺麗で、なんかドレスみたいで可愛かったね。セリカっぽい、そう、ピンクで可愛かったです。あやせり、そう、あやせり。マリアのツイッターのドラマが面白い。あ、そうなんだ。ショータイムみたいなやつ。めっちゃマリアがなんか痩せた気がする。シュッとしたね。そう、めっちゃシュッとしたよね。そう、もともとシュッとしてるけど、なんかすごいさらにシュッてしてました。ぐんまちゃんのアニメ、それな、ぐんまちゃんのアニメ、そう、さか上がり、うん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 、明日はもっと寒い。お、そうね、ね、みんな言ってた。ありがとう。みんなも気をつけてください。こんばんは、こんばんは。最後までフード姿かと。そう、なんかみんな暑いの寒いのって言われるから、なんかそう、別に寒くないよって。
パーカーどこのやつ、パーカーはミルクフェドかな、もらったミルクフェド、めっちゃ可愛い。ミルクフェドいいなぁ、ね、いいよね。イカゲーム全部見、イカゲームは全部見ました。イカゲーム全部見ましたね。第2期がね、絶対やるよね。あれは2期が楽しみですね。そう、なんかユーナも見たんだって、めっちゃおすすめしてて、そう見て、そう見てくれてて、それでもすごいなんかちょっとグロいじゃん。そうちょっとグロいから、そうなんか、そうあんまり怖かったって言ってたから、そう、あそうかと思って。うん、ね、夢に出てきそうって言ってて、そう、あらと思って。うん、どんなお話、簡単に言うと怪人みたいな感じ、人生逆転ゲームみたいな。そう、借金まみれの人たちが集まってゲームして、勝ったら賞金がもらえますみたいな感じでした。うん。でもあれでさ、 R15 じゃん、そのイカゲームが。年齢制限 R15 なんだけど、なんか R15 の割には R15 だって思って見ると、あれ意外とそんなでもないなって思うかもしれない。そう、普通に全年齢向けって思ってみたらちょっと怖いかもしれないけど、そのR15 にしてはそんなにグロくなかった気がする。なんか昔の話というか、でもなんかその普通にゾンビものとか結構見れるというか、そうだから割と、うん、全然グロいのは大丈夫かな。そう、グロいのは平気なんですよね。うん、なんかこうしおりんに、そうしおりんがそういうのめっちゃ大好きで、ゾンビとかそう、グロいのが大好きで、そうなんか結構私ももともと好きだったから、そうしおりんとこれもいいよこれもいいよこれもいいよってそう見て、そうそれで、あ見てみようみたいなやって、すごい、いやすごかすごいですね。しおりんはね、何でも知ってる。そうだからなんかの一番は何だろう、一番印象に残ってるのは映画とかじゃないんですけど、なんか成人式の前の日になんか夜中の3時とかに集合だったのかな。で夜12時ぐらいにそう一緒に寝ようってなって、そうなんか一人部屋だったんだけど、あの起きれなかったらやばいから2人で寝て絶対起きようねってなって2人で寝たんですけど、じゃあなんかもう12時ぐらいになんかそうゾンビの動画見せられて、そう見てこれめっちゃおもろいみたいなね、そうで見てたんですけど、あと3時間しかないよって思いながら見てて、ちょっとでも寝ると起きてみたいな、見てって言われて、そうあすいませんってなってそうあれが忘れられないですね。あの起こされながら見たっていう、うん、 USJ のゾンビイベント行ける、あ行きましたよ行きました、うん、
いつだろう、4年ぐらい前かな。そうに、あの大阪で握手会があった次の日に、次の日がそのまま握手会終わって泊まって朝帰るみたいな感じだったんですけど、そうそれで朝にひなあやとあかりんとしおりんとえりりんちゃんで USJ 行こうってなって USJ 行って、そうそれがあのゾンビ期間だったから、そのゾンビナイトをめっちゃ楽しみました。めっちゃ満喫。そうだからね、行きたいんですけどあれ以来行けてないんですよね。しかも最近ゾンビめっちゃ進化してるじゃないですか。そうなんか行きたいんですけど、ちょっとねなかなか行けないですよね今。そう行けるといいな。りんちゃんは端っこで座ってたそうりんちゃん怖いの苦手なのね。そう、その時初めて知りました。そうだからあのゾンビに追いかけられるみたいなそのアトラクションもあって、なんかそれもりんちゃんは待ってますって言ってて、そうもうなんとみんなで行こうよって言ったんだけど、そう絶対無理って言ってて、そうさすがにねそう連れてはいけなかったんですけど、そうそうそう。関東白書見てます。お、ありがとうございます。うち意外に強いんやね。そうですね、ゾンビは平気。うん、そうでも私とかしおりんはもう本当に行くんですよ。好きだからキャーって行くんですよ。あーって。そうでもゾンビは怖がらせたいから、全然怖がらない人たちには怖がらせてくれなくて、そうだからビビりながら近づくっていうのは大事。そうチェック系行きます。チェック系も行ける。ゾンビは怖いくはない、怖い部類じゃないと思う。ゾンビは見てあったね。確かにありましたね、セーラーゾンビ。USJ ってどういうアトラクションがあるんですか。どういうのがあるんだろう。私も全部乗ったことないからわかんないんだけど、何があったかな。でもフライングダイナソーっていう、なんか足がプラプラしたまま吊るされた状態で行くやつとか、座らないで立って乗るやつとか、めっちゃ怖いのありますよ。うん、全部乗ったことないからわかんない。あ、そうハリーポッターもある。そうハリーポッターはめっちゃ楽しい。
ぜひりんちゃんと仰天を連れてって。あでも本当にゾンビナイトにさ仰天とか連れてったらさ、いや本当に楽しそう。ゾンビもさやりがいあるよね。うん、仰天ぐらいリアクション良かったらさ、集まってきそう仰天に。なんなら、うん、羨ましい。でも UJ 可愛いのもいっぱいある。キティちゃんとかスヌーピーとか、そうめっちゃ楽しい。うん、割とアトラクションはずっとスヌーピーのとこにいるかも。マリオね、あマリオ行きたい。あとさミニオン、ミニオンもその時できてたんだけど確か。でも全然ミニオンどころじゃなくて、そうゾンビを目当てに行ってたから、そのミニオンは今度やってなって、そう。ミニオン人気、そうなんだ。ミニオン行きたい、可愛いやつ。マリオも可愛い、そうね、可愛いのに行きたい。こんばんは、こんばんは。というわけでね、そう、ゾンビ行きたいんですけどね。うん、いつか行けるといいな。なんか愛媛のさ、舞台あるじゃん。そう、だから愛媛の舞台で終わったらいけない、その次の日が休演の日とか行けないかなと思って調べたんですよ。愛媛から大阪ってめっちゃ遠いね。3時間ぐらいかかる。うん、こんな遠いんだと思ってそう、なんか1時間ぐらいで行けると思ってたんですけど、そう遠いですね。どうやっても3時間。じゃあもう USJ にいそうな可愛さで、どういうこと？ミニオン？ミニオン系？旅行に行きたい。確かにね、本当にそうだよね。旅行行きたいね。行けるといいですね、そろそろ。というわけで、じゃあそろそろ終わりにしようかな。今日もいっぱいやったのでありがとうございます、お付き合い。13位けいちゃんさん、12位ゆうゆうさん、11位たかさん、10位 YSA73 さん、9位のりーさん、8位ゆきたんさん、7位やすさん、6位くまくまちゃんさん、5位お父さん、4位やすべえさん、3位なつめさん、2位すいかさん、1位ゆうたさんでした。はい、ありがとうございました。じゃあ皆さん、明日は寒いらしいのでね、あったかくして寝て風邪ひかないように。ありがとうございました。気をつけて。ありがとう。おやすみー、おやすみー。